はいどうもピオキングです。今日もですねみんなでバトルやっていきましょう。バーサスレース、もうミンバトさ、もうこういうのばっかだったら意外と面白いと思うんですよね。こういうのってさ、なんかもう完全に実力勝負みたいな感じだよね。僕一番前を取っていきたいと思いますけど、まあ、これ一番前取っても結局一緒なんですよ。50コイン集めていこうね。50コイン集めていきます。よし、で暴りもんで僕はいいですよ。青だね。僕青に行きたいと思います。ピー持っていきたいね。あのピー持ってたらどうなるんだろう。多分邪魔だろうね。あんま意味ないと思うんですけど、さあ始めていきましょう。青の土管です。青はうおこういう感じで、オッケーオッケーオッケー、右よしで左の右、これは速攻キノコを取って回転ジャンプね。よしオッケー、いやいいよ結構早い。ここ真ん中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 がいい。オッケーで次右で、これ当たっていく。よし、当たっていきましょう。おっしー、このかっ、よしやった、マリオ抜いた。で、次、キノピオ、キノピオも抜こう。オッケー、オッケー、オッケー、よし、これはどこ、とりあえず一番右行こうか。ここでいいかな。キノピオとね、結構いい勝負してると思うんですよね。マリオとルイージャもバイバイ。マリオとルイージャもバイバイ。負けましたって送ってるね。送ってる時点で結構余裕があると思われ。よし、次右。よし、で次、左。いや違う、右と左結構反対だな。で、左ね。そうそう、右と左たまに反対になるんですよ。で、このまま渡っていきます。次、左。うわ、ここ落ちたらまずいぞ。よし、次、ここ。隙間に入れ、隙間に、隙間に、でやっ、よしよしよし、次右、早く右に行ってくれ、よしよしよし、で次左、で次右、わこれ結構むずいな、次右でしょ、このまま走っていこうか、ここジャンプしたらまずいと思うんで走っていきます、よしオッケー、次左。よし、これジャンプしたらね、多分余計遅くなると思うんで、このまま走っていきたいと思います。よし、来た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 。これ勝ち確だね。これこそ実力ですよ。はい、これが実力でゴールできる男のピオキングでした。全然見てなかった。まあ、たまにあるよね、僕。結構結構コース名も何も見ないで始めるパターンのやつ。でも勝てばいいんです。そう、勝てばいいんですよね。コース名とか見ないで勝つ、それこそ男の勝負ですよね。今度アイテム取っていきましょうか。いやもういい。もういい、これがアイテムでしょ。いや違う、うわ危ね。よし、次はこれどんどん上に渡っていくパターンのやつ、多分みんな気づいてない。はい、これアイテム取っていこうか。ちょっとアイテム取っていこうね。アイテムじゃねえ。まあアイテム詐欺やめて。こういうさ、もう最初にさ、ハテナマルワークあったらアイテムと思うじゃん。もうアイテム詐欺やめてくれ。そして右さ、青いリフトあったじゃん、あれ落ちるやつ、落ちるやつあったよね。これはこんな感じ、なるほど、かわいいな。よし、このまま渡っていきます。ちょっと待って、ちょっと待って、よしよし、当たっていい、当たっていいんですよ。このまま渡っていくけど、うわマリオ怖いな、マリオ怖い。これ落ちていいの、落ちていいね。うっそーん、これわかんないじゃん。絶対わかんないってこれね、マリオわかんないよね今のね、絶対わかんないよね。さあ僕アイテム取っていきます。多分先にねアイテムもあったっぽいんですよ。そう、これこれもアイテムだと思うんですけど、あ、ヨッシーなの、ヨッシー、あ、多分ヨッシーいるっぽいぞ。あれちょっと待って、多分ヨッシーいるっぽい。多分あの青いリフトに乗るにはね、あのヨッシーが必要だと思うんですよ。さあヨッシー捕まえます。よし、これあったの、ちょっと待って、こんな便利なもんあったの。なるほど、こっちに左に1回行って、うん、右に行くパターンね。え、みんな行ったのかな。え、キノピオとルイージは、キノピオとルイージも行った感じ。うっそ、ちょっと待ってって。ちょっと待ってって。2-1、トゲトゲ砂漠。トゲトゲって言えばガボンが出してくる、何あれ、こいつか、ガボンの出してくる鉄球と思ったんですけど、まあ、この子かっていうことは、結構トゲトゲしいコースだと思うんで、まあやられる確率の方が高いと思うんですよね。っていうことで、まあいつもの通りアイテムを取っていってます。
さあ、あとマリオだけだね。うーわ、マリオでかくなってやがんのマジか、アンズーズー、アンズーズー、待って、アンズーズー、ちょっと待って、お兄ちゃん、お兄ちゃん、妹、妹置いていかないで。いや、妹ではないけど、妹置いていかないで、アンズーズー、ちょっ、よし。で、次、抜けるかな、結構厳しいぞ、これ。よいしょっけ。うわ、はいや、あのマリオめっちゃ速いめっちゃ速い。うわー、コース的には簡単だったんだけどな。え、何今のピンポンって。キャー、マリオさんのエッチ。もうバトル専用コースの最初って言ったらもう全部見たことある感じするけど、よし、始めていきましょう。やったみんな、なんか一つずるくない？なんか青ずるくない？ねえ、青めっちゃずるいよね青だけめっちゃいい気がするんだけど。よし、次はこれ渡っていきます。オッケー、次ジャンプの一人めっちゃ速いな。あ、え、これえ、なんかいけたんだけど。キノピオ、よくそこに落ちたね、キノピオ。自分に言ってんのかな。それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。これは城をイメージしてんのかな。よし、オッケー、やった、一番、よっ、やったやった、よし、これは最後にしたいと思います。これは多分上からアイテムなんか出てきそうだよね。なんだろう、なんかアイテムが出てくると思うんですよ。うわ、これ上行くパターン、いや意味わかんない。ちょっと待って、え、どういうこと、こっち行けんの、行けるじゃん、なるほど、こういう感じこういう感じね。うわ、これは上から行けないかな。いや、行けないね。あれ、右の土管にね、行った人のゴールだね。さあ、これは上か。よし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 、落ち着け落ち着け、俺落ち着け。待って、そんな急いでやられるのは分かってるでしょ。で、よし、オッケー、これ、行けたでしょ。なんで、え、マジ意味わかんないんだけどどういうことだろう。これはこっちかこの動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。